はい、どうもこんにちは、モトです。今日はですね、パラダイムトリガーの価格上位5選やっていきたいと思います。やはりパラダイムトリガーといえば皆さんはルギアを思い出しますよね。あの時の初動が確か10万円ぐらいだったような覚えがあるので、現在は果たしてどうなっているのでしょうか。まずは第5位、アンノーン V スペシャルアートです。現在メルカリでの高値では約4100円程度での取引が見られております。購入相場としましては3000円から3800円程度での取引が多く見られております。2枚セットでの販売もよく見られておりました。第4位、レジドラゴ V スペシャルアートです。現在の高値では4500円程度での取引が見られております。購入相場としましては3200円から3800円程度での取引が多く見られております。私がパラダイムトリガーで初めて当てたスペシャルアートがこのカードでした。第3位、ルギア V スター UR です。現在の高値では約4500円程度での取引があります。購入相場としましては3200円から3800円程度での取引が多く見られておりました。ここまでは正直順位を決めていますが、大体ほぼ一緒ぐらいで同率でいいかもしれませんね。では第2位、スズナ SR です。現在高値では約2万2000円程度での取引が見られておりました。購入相場的には1万6000円から1万9000円程度での取引が多く見られております。すごく可愛い1枚で、今後も持っていたい1枚ですよね。ラストがルギア V スペシャルアートです。現在高値では約6万円程度の取引が見られております。購入相場的には4万8000円から5万5000円での取引が多く見られておりました。あの恐ろしい初動から約2倍程度ダウンがありましたが、むしろ初動がおかしい価格だったので、今のルギアスペシャルアートだいたい約5万円から6万円ぐらいだったのかもしれないんですね。ルギアは個人的に好きなので本当に欲しいカードなんですが、いつかは手に入れたいと思っております。今後もポケモンカードに関する情報発信していきたいと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。